どうもゆうやです。今回はあった方がいいの、ない方がいいの、前髪ありなし問題をまるっと解決していきます。これは悩んでる人多いんじゃない？いや、前髪は悩むよね。だってそれで印象めちゃめちゃ変わるじゃん。今現在前髪がある人はなくしてみたいなと思ってるだろうし、前髪がない人は逆に前髪を作ってみようかなとか思うよね。ただ前髪を変えるって言ったら直面する問題があるよね。そう、私って前髪あった方が似合うの、ない方が似合うの、この似合うかどうかわからないっていうのが一番怖いんだよね。シンプルに似合わないとめっちゃ嫌じゃない？だってもし前髪がある人がなくそうとすると、少なくともしばらくは伸ばさないといけないよね。逆に前髪がある人が前髪を作ろうとすると、もし失敗した時に伸ばすのに時間がかかるじゃん。いや、これは不安だよ。しかもそれが学生生活だったりとかすると、輝けるのは今この場でしかないわけじゃん。極端な話、高校の3年間、貴重な3年間のうちの何ヶ月かを嫌な髪型で過ごすと考えたらめちゃめちゃ嫌でしょ。だから似合うかどうかわからないと踏み切れないんだよね。特に最近は韓国からの影響でフルバングが来てたりするじゃん。このね、フルバング、フェイスラインまでね、伸びてるバング。じゃああれ流行ってるからってやっちゃったら結構大変だぜ。つまり前髪ありなし問題を解決するには、自分に似合うかどうかを知ることが大事。というわけで、前髪ありなしによる印象の変化、あなたに似合うのは前髪ありなし、似合わないけどどうしてもしたい人はどうすればいいか、この3本立て。では早速やっていきましょう。ではまず前髪ありなしによる印象の変化、ここを最初に知らないとダメだよね。だって前髪があるのかないのかで印象がめっちゃ変わるもの。いや、もうびっくりするぐらい変わるよね。だって皆さんちょっと想像してほしいんですが、昔からずっとパッツン、それこそ小学生で出会った時から高校3年生になった今でもずっとパッツン、パッツン以外の髪型見たことないよって人がいきなり前髪を上げてきたらどう思う？はあ、上げたんすねみたいな感じになりますよね。でもずっと前髪パッツンなもんだからさ、急に上げてこられるとさ、あーすげえ大人っぽくなりましたねみたいな反応になっちゃうじゃん。そうなんだよね。もうそんだけ長年やってたら前髪ちょっと変わっただけでもう別人みたいになっちゃうでしょ。っていうか別人だよね。そういうこと。ただこれだとだいぶざっくりしてるんで詳しく説明していきます。じゃあ具体的にどう変わるのか簡単に説明すると、前髪があると若々しくてガーリーな印象になります。キュート寄りな印象ですね。まあこれは多くの男性が好きなやつですね。やっぱりね、男ってやっぱ可愛い子は好きですよ。ちょっとこう守ってあげたい感じになっちゃいますもんね。逆に前髪がないと大人っぽく綺麗な印象になります。クール系ですね。これも男が好きなやつですね。大人っぽい色気がたまんねえよっていう男性も多いです。どっちだよっていうね。まあこればっかりは人それぞれ好みや思考が分かれますね。統計的に見ると少し前までは圧倒的に前髪ありの方が男性人気が高かったです。ただね、最近はやっぱり強い女性とか自立した女性っていうのがやっぱりいいとされてきてますから、その社会の流れに任せて頼りになる女性が好きっていう男性も多いです。あと大体ね、男に聞いても何でも可愛いよって言うでしょ。男は大体似合ってればいいって言うからね。まあ女性サイドからしたらそれがわからんから聞いとるんやっていう話ですよね。男に聞いても時間の無駄です。もちろん全てがそうとは言ってないですよ。中にはね、すごく女性のことを見てくれてて、あれがいいよ、これが似合うよって言ってくれる人もいると思う。ただ多くの人は似合ってれば何でもいいよって言うと思うよ。大体そんなもんだから。そしてこの印象の違いを知ってるとどうなるか。自分がなりたい、あるいは見せたいイメージに近づけることができます。へえ、なるほどねって感じですよね。ではここで誰でもいいので、前髪がある芸能人と前髪がない芸能人を思い浮かべてみてください。これで芸能人を分類すると結構当てはまってることが多いと思います。人それぞれイメージする芸能人は違うとは思いますが、僕の場合前髪がある芸能人だと広瀬すずとか有村架純だったり、あとは本田翼、前髪がない芸能人だと七尾、滝沢カレンとか、あとローラね。鬼滅の刃で言うと前髪があるのがつゆりかなお、ないのが胡蝶しのぶだね。どうですか、前髪がある方がキュートでガーリーなイメージじゃないですか。前髪ない人の方が大人綺麗なイメージですよね。もちろん本人たちのイメージっていうのもありますよね。例えば滝沢カレンとローラは大人綺麗なイメージを持たれますが、実際はかなり元気いっぱいなので、それが融合してなんかいい感じの雰囲気ですよね。あのヘアスタイルとキャラクターのバランスが絶妙だったりします。ただ真顔で写真に写ってる時は大人綺麗なイメージを持つはずです。こんな感じで前髪があるのとないのとを変えるだけでもイメージっていうのは簡単に操作できるんです。また心理的な側面で言うと、前髪を作ることで無意識にキュートな自分を演じたり、前髪をなくすことで大人っぽい自分になったりということが実際に起きます。なので今の自分のイメージに関わらず、前髪を変えることでイメージは変えることができるということです。これはめちゃめちゃありがたい情報ですよね。だって少し怖いようなイメージを
持たれてたとしても髪型でなんとかなるっていうことですよ。実際なります。ところがね、前髪をじゃあいざ作りますってなっても似合わないと嫌だよね。前髪のありなしで印象を変えることができるのは分かった。そして仮に自分のイメージが理想の自分とは違うイメージであっても前髪次第でそのイメージに近づけることができるということも分かった。でも似合わないと嫌。分かるよ。ここから先が大事。次にあなたに似合うのは前髪ありなし。最初に衝撃的なことを言います。結論から言って似合わない場合があります。え、似合わない場合があんの？ちょっとしょげちゃいますよね。これは残念ながらあります。そしてそれは顔型に影響されます。顔型、私どんな顔型？そんなあなたのために顔型を診断する動画を先日上げてます。この辺にリンク出しておきますね。ひとまずこの動画を見終わってからご覧ください。その方が理解が深まります。ではまず前髪ありが似合わない顔型をご紹介します。大丈夫？心の準備もう言っちゃうよ。それは丸顔の方々です。ごめんね。ちゃんと解決策も用意してますので最後まで見てね。僕の顔型の見分け方は少し特殊なんですが、丸顔三角ミックス、丸顔四角ミックスともに似合いません。これなんでかっていうと、丸顔の人が意識すべきなのは縦幅を作ることなんですね。仮に僕が丸顔だったとして、ここに前髪がこうくると余計横に平べったくなったり丸くなったりして見えますよね。そうすると丸い顔がさらにまん丸になっちゃう。ボーリングの球みたいになっちゃうから。似合わないにストライクだから。なので本当に申し訳ないんですが、丸顔の方々はなるべく前髪は作らない方がいいです。次に前髪なしが似合わないのは面長の方々です。面長三角ミックス、面長四角ミックスともにそう。面長の人が意識すべきなのは縦幅を少しでも狭めること。つまり完全に前髪をなくしてしまうと、ただでさえ縦幅は広いのにより広くなっちゃう。まるでトーテムポール。そんな状態で友達に会いに行ったら30秒ぐらい無言で見つめられるよ。なので面長の方々はなるべく前髪なしは避けた方がいい。どっちかっていうと前髪は下ろしてあげた方がいい。ただね、ただフルバングとか流行ってるじゃん。フルバングが似合うのは面長です。だから今は流行の波に乗っちゃうのがいいですね。ちなみに卵型であればどちらでもいけます。いや、よかったね卵の人。いや、ほんとお父さんお母さんに感謝だよ。みんなちゃんと母の日はやってると思うから、次父の日しっかり感謝の気持ちを表そうな。というわけで似合わない場合を説明してきたんですが、どう？いや、それでもどうしてもやりたいっていう人いるでしょ。わかるよ。人は運命に抗いたいものだ。では最後にそのとっておきの方法をご紹介します。似合わないけどどうしてもしたい人はどうすればいいか。これは欠点をカバーしながら対応することが大事。あ、欠点をカバーとかそんなのできるんですかっていう感じでしょ。任せてくださいよ。髪って前髪を作るインフォルムと外側を作るアウトフォルムがあるんだよね。その2つをうまく組み合わせることであなたの理想の髪型になれます。だからこれが似合わないんだっていう残酷な事実を知っても、なんとかできる打開策は絶対にあります。そしてもう今日はね、皆様に教えます。まず最初に丸顔で前髪を作りたい場合はどうすればいいか。これは先ほどもお話ししましたが、どうしても縦幅をプラスしないといけないです。まん丸になっちゃうんで。なので前髪を作るとしてもパッツンは避けて、できれば斜めバングにした方がいいです。なぜなら僕も今ね斜めバングですが、これ斜めにすることによってこの縦幅が出るからです。ただ斜めって言ってもこうやってがっつり分ける必要はなくて、こんな感じで自然に下ろして指先だけで少し流れを作るだけで縦幅をプラスすることができます。ただね、いや、私はどうしてもパッツンにしたいと、そんな少し分けるとか絶対に嫌だ、そんな人も中にはいると思うんだよね。じゃあそういう人はどうすればいいか。どうしてもパッツンにしたい場合はシースルーバングみたいな感じで前髪の間からおでこを見せることで縦幅をプラスしましょう。重めの前髪でパッツンは絶対にやめた方がいい。完全こけしです。こけしになりたいなら別だけれども、進んでこけしになる必要はないんではないかなと思います。それから面長だけど前髪をなくしたい場合、その場合はね、なかなか前髪だけじゃ解決できません。じゃあどうすればいいかっていうと、横のボリュームを増やさないといけない。横のボリュームどら焼きみたいなの？ご安心ください。そこまであからさまにやらなくても大丈夫。あくまで自然なボリュームをつけてください。なのでここでとても重要なのが前髪とアウトラインのバランスです。このバランスをちゃんと取ってあげないと、はっきり言って残念な感じになっちゃいます。ではどういう風にバランスを取るかっていうと、顔の真ん中にボリュームが来るように整えていきます。例えばカットだけで持っていくんであれば、前髪を長めに設定して横に流すスタイル、その時に流した毛がちょうど顔の真ん中ぐらいに来るようなイメージです。ただその状態ってなかなか長くは維持できないです。なので手っ取り早いのはコテで巻くこと。コテっていうのはすごく便利で、髪の毛が長いとしてもボリュームを持たせたい位置に持たせることができるんです。そしてボリュームを持たせる際にやってほしい巻き方がリバースで巻くこと。
前にこう巻くんじゃなくて後ろに巻くっていうことですね。その髪の毛のボリュームの位置をウェイトって言ったりするんですが、ウェイト要は重さですね。そのウェイトを作るのに最適なのがリバースに巻くことなんです。これ前髪なくして横ストーンしたら、いって、これ前髪なくして横ストーンしてたらマジで似合わないっす。それは絶対に気をつけた方がいいです。なので面長の場合は顔の真ん中にボリュームが来るように調整しましょう。はい、ということで今回は前髪ありなし問題をまるっと解決ということでお伝えしました。なかなかね、一回で理解するのは難しいと思います。なので恐れ入りますが、何回か見ていただいてマスターしていただければなと思います。また加えて顔型の見分け方もかなり重要になってきます。なのでこの自粛中に復習して、解禁後思いっきり似合う髪型、好きな髪型にしてやりましょう。みんなが少しでも可愛くなることを祈ってます。この動画少しでも役に立ったよっていう方は評価ボタンよろしくお願いします。またこれからどんどん美容だったり心理学のテクニック出てきます。見逃したくない方はぜひチャンネル登録とベルマークをよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok でも YouTube の動画になる前のショートバージョンを公開中、ぜひ概要欄からフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。